小学校から高校まで陸上をやってきたので、体を動かすことはもともと好きでした。保健体育分野では小学校教員の資質能力を基盤に、特に保健体育に関する専門的な指導力の育成を目指しています。近年保健体育スポーツ分野における研究の発展は大変目覚ましいものがあります。教育現場では子どもたちの生涯にわたるスポーツライフの実現や健康の保持増進、そういった視点からこういった知見を生かす指導が求められているといえます。そこでこの分野では保健体育やスポーツ教育に携わる優秀な人材を育成するために、社会に応じた理論と実践の体系的な教育を行っています。専門科目には陸上競技や機械運動、球技など皆さんがイメージしやすい授業もあります。これらの授業ではグラウンドや体育館を使い、運動の実技能力を高めるだけでなく、理論に裏付けられた指導方法を学んでいきます。また発育期の運動発達を理論的に学ぶ運動学や、運動やスポーツが心身に及ぼす影響などを学ぶ体育スポーツ心理学など、保健体育やスポーツに関わる専門的な知見を学ぶ授業も数多くあります。さらに教員になるにあたって、運動領域や保健領域の授業をどのように構成し指導していくかという保健体育に関する指導法の授業もあります。学生同士が共同的に授業を構成し、模擬授業などを通して検討していく内容も含まれています。スキーや水泳は集中的に行い、技能を高めるとともに仲間との交流を深める大切な場になっています。保健体育分野では成果の教育活動だけでなく、運動部活動などの課外活動も関連させながら、総合的に教育に関する力を向上させることを目指しています。運動やスポーツを通して専門的力量を高めたい人をお待ちしています。私は高校生の時に栃木県の体育の教員になりたいと思い、宇都宮大学に入学しました。入学前の分野の印象は、実技能力を高める運動ばかりの授業を行うと思っていました。でも実際は運動発達論などの授業を通して動きを分析したり、発達について理解を深めることで運動やスポーツの奥深さを知ることができました。例えば投げる動きの分析では、発達段階においてつまずきの視点などが分かり、実際に指導をする上で重要な手がかりとなっています。保健体育科教育法では、学生同士で各領域における有効な準備運動は何かについて考え、実際に実践したりしています。保健の授業では模擬授業を繰り返すことによって、実践的な指導力を高めることができます。このように学生同士でアイデアを出すことによって、自分の考え方が変わっていくのが醍醐味であり、ここで学んだことは小学校などでの教育実習においてとても役に立ちます。3年生になるとゼミ活動が始まります。私は体育科教育の研究室に所属しており、実際に学校の授業を参加したり、外部の研究会に参加したりすることで、自分の考えや広まり、深まっていくことを実感しています。興味がある方はぜひ保健体育分野で学んでみてください。